走る恋人たちという曲を聴いていただきました。はい、続いての曲は嫌いライラという曲なんですけれども、この曲はタイトルの通りね、嫌い、あなたなんか嫌いよという意味なんですけれどもね、本当はもう心の深いところではね、本当はまだ好きなんじゃないかという感じなんです。でもまだ好きなのに嫌いと言ってしまうこの状態というのが一番もう辛い状態なんじゃないかなと思うんですよね。はい、それでは皆さん聞いてください、嫌いライラ